どうも、たかゆです。読書で視野を広げるという表現が、今のこういうふうに YouTube を視聴している方や、ネット検索でカタカタカタって一つのことについて没頭して調べている方にとっては、少しつかみづらいんじゃないかなと思ったので話していきます。1、2本ぐらい前に読書動画でアウトプットしたこういう内容の本があるんですけど、この幸福の内容と、こちらの記憶の内容、はっきり言って、初めて見る方にとっては、それって何の関係性あるんですか？全く別のジャンルですよね。一つの分野に絞った方がいいですよっていうふうに、おそらく私にアドバイスしたがる人いると思うんですよね。ところが、私にとっては結構類似性の高いジャンルだったりするんですよね。それなぜかっていうと、ブランディングデザインっていう自分自身のブランドを相手にメッセージで飛ばす手法。この方法は相手が記憶してくれないと意味がないですね。何回も、例えばテレビの CM のように複数回飛ばしていくことによって相手に自分のブランドを認知してもらう。相手に記憶をしてもらう。こういう話し方したら、あ、なるほど。だから記憶の本を読んでるのねっていうふうに思われると思うんですよ。ただこういう話をしないと、記憶と広告、この二つが一切関係しないジャンルに見えちゃうんですよね。まあ、こういうふうな話をすると、いやいや、私はそこまでバカじゃないです。ちゃんと伝わってますよって方もいらっしゃると思います。ただ、本を読んで、視野を広げていって、この本の内容も読んでおいて、より理解を深めていこうっていうふうにはならないですよね。検索したら、広告って言ったら広告だけのジャンルを調べていく。記憶って言ったら記憶だけのジャンルを調べていくっていうふうになっちゃうんですよ。だから、ネット上で動画や検索をするって行為は、多分ナビゲーションシステムで目的地を絞って、カーナビゲーションとかね、目的地までナビゲーターに沿って運転していくっていう作業に近いと思うんですよね。ただその行動自体は別に悪くないんですよ。目的を絞られている分だけ一直線に行きやすい。ただ読書っていうと、実はナビゲーションシステムが違って、自分自身で今ではない、どこかのお店で地図を買い、そこで新しい地図を買ったから、そこに対してどんどん土地勘をつけていって、生活のスタイルを新しくつけていこうっていう、今じゃちょっとつかみ取れないですね。何せスマホで Google マップでググって調べて、もはや地図を書くっていう時代ではなくなったので、そういう意味だと本の利用が変わったのかなとも思うんですが、それでも視野を広げるには本って便利なツールだと思いませんか？私はそういう意味でも本を読んでるっていうのもあるので、もし視野を広げるという表現が分かりづらかったら、もしかしたら今の時代こそ本を読むチャンスかもしれないです。これからも読書動画を上げていくのですが、それでも類似性本当にありますかっていうジャンルになると思います。専門書ほど複数冊種類がないんですよね。一つ読んだらまた別のジャンルに行かないと、マジで種類がない。なので、これからも、皆さんの視界から見たら、いや、それ、どこに類似性があるんですかっていうふうになると思うんですが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは、チャンネル登録者が一人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。